成績は障害減点16点、タイム減点が5点つきまして、総減点が21点、タイム85秒42、減点21、タイム85秒42でした。現在走行しております吉岡貴弘選手は高崎工業高校から日本大学のスポーツ科学部競技スポーツ学科に進学いたしました。現在2年生の選手です。乗ります王線は北海道で生まれましたサラブレッド、7歳になります女性された馬センバです。キングヘイローとテディビアの3区、競走馬時代はダークビアという馬名で4戦必勝という競走成績